お聞きしたら監督がもう子供の頃から実はこの清洲会議はずっと何か思い描いていたものだったとお聞きしまして。そうなんですよ、はい、会議っていうのにすごく興味があって、はい、そのなんか武将がね戦じゃなくて話し合いでこうことを進めたっていうのはなんか、幼心に面白いなっていうふうに思ったんですよね、はい、でそれ以来ずっとそのなんか清洲会議いつか何らかの形でやってみたいなっていうふうに思って、うん、はいはい、ようやく実現したということですね。でその重要な役どころであります藤吉郎秀吉役に、はい、まあ、大泉洋さんをお迎えになりましたけれども、はい、この実際どうですか、演じてらっしゃる皆さんは時代劇ではあるんですけども、あんまりこう時代劇をやってるっていう感じでもなかったんですか。まあ、時代劇では言わないんじゃないかなっていうセリフも監督はなんか足されまったりもしてましたね、はい、なんか僕がちょっとセリフが足りなかったんですよね。で監督がちょっと何かセリフ足したいって言って、はい、出したセリフがなんだかなーってなったんですけどなんだかなはいいんじゃないの、いいのかな、なんだか言ってたんじゃないですか、昔の人もなんだかなーそれはなんだかなって時あるでしょ、いや戦国武将だって、ね、なんか面白かったんですよ、なんだか なんかこう戦国武将がなんだかなって言ってたと思うよ、言ってたそのあたりはぜひ劇場でそれに違和感の皆さんおありなのかそれともすんなり入ってくるのかはぜひ皆さんになんだかな言ってた、ね、言ってた、きっと 今武将っぷりの気持ちで言ってみたんですね